佐団も手を焼いていた今回のターゲットは、早速地図を確認してみましょう。私たちの現在位置がこちら。機関車によると、このモンスターは縄張りを主張し、あちこちに粘液を吹きつけていたとのこと。まずはこちらの場所を目指し、粘液の痕跡を見つけましょう。では目的のモンスターを探し出し、制限時間以内に狩猟してください。シルベムシが痕跡に反応していますね。調べてみましょう。シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。これはスリンガーの弾に使えそうです。離れた場所に撃つことができるんですよ。シルベムシが痕跡を追い始めました。緑色の光の帯についていきましょう。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。太刀は鋭い攻撃が得意な近接武器です。電気がたまれば鬼神斬りを繰り出せます。ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済みますよ。このモンスターがクエストターゲットです。さあ、討伐を目指しましょう。モンスターの活動が始まれば、シルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。
小石を使いましょう。ここに茂みがありますね。身を隠すことができますよ。うまく隠れることができていますね。このまま見失うのを待ちましょう。この隙に体勢を立て直しましょう。モンスターが気づかないうちに慎重に。禁物ですよ。
安全。